カレンちゃんのおパンチが想像以上に丸々だと話題に、に対するみんなの反応。正月はカレンパンチ。かわいいパンチ。みんなが思ってるよりもかなりキレのあるカレンパンチ。おパンチ。ぼ。実は合気道の有段者。かわいい、のか？実はボクシングのプロライセンスも持ってたりしない？合気道とか言ってるけど、あの人のは当て20割っすよ。突然変な資格出してきても、まあカレンだしな、でうやむやにできる自力がある。顎をかすめただけだから安心してね。脳震盪で済むから安心してね。眉がぐって上がってくるのかわいい。若干肘が空いてるのが惜しい。あくまで見せパンチっすからね。当て身として打つときはもっと実践的っす。旗から見ると腕ひねり上げて投げ倒しただけにしか見えないけど、実際はお腹とか脇腹とかめった打ちにされてるんすよ。言うても女子中学生のパンチでしょ？余裕余裕。自分、負けたんすか？馬娘の素人丸出しのテレフォンパンチでもベイダーハンマーくらいの威力あるよね多分。映画や特撮みたいにカメラ映えを意識した可愛いパンチを編み出していても不思議ではないが、路上の何でもありなら格闘技馬娘でも警戒するんすよ。画像の時に正面に立ってたトレーナーはタフ君みたいな顔になってたっす。これ避けれるのバーバくらいじゃね？お話の時はこんなもんじゃ済まないっす。このピタッと静止してるとこがただものじゃないよね。カレンちゃんのおパンチ。顎先が空間ごと消し飛ぶ音。お話。カレンちゃんのおパンツに見えた私は末期。どうしよう。どうしようもないどうしよう。トレーナーは馬娘に絶対負けない。即落ちの前振りみたい。即落ち、パンチ直撃。メイドの土産にベルトとはよく言ったもの。達人の奥義が今、実戦で爆発する。かわいい優柔術。カレンちゃん先生だー。しゃあけど残念ながら破壊力がないわ。体に穴が開きそう。あれだろ？鎧着てようがなんだろうが内臓に直接衝撃が来るっていう。なんなら鎧ごと貫いた上で初強の要領で骨と内臓にダメージ与えてくるぞ。ハートブレイク、物理かな？ハートキャッチ、物理プリキュア。オートマタニに効きそう。火星の武術かな？骨砲の、投資か。仕上げた鎧が腹にぶっ刺さりそうな威力してそうだ。ところてんマグナム。パンチもパンツも両方ください。うららのパンチとか肩入ってるからね。打つ前にちょっと体引いてるんだよ。わらわらと湧くマスク度三冠馬でしば。待てよ。シャチ山の可能性もあるんだぜ。あれ、俺の顔面穴が開いてる？ところてんマグナム。ブラックホールなら無傷。カナロアー。しっかり腰をひねってるし、芯がぶれていないし、受けたらただじゃ済まないやつだなこれ。一部のレース前に目の前に崖とか扉とか現れてそう。カレンちゃんのおパンチで前が見えねえ。これがハートブレイクショットか。実は左で掴んで右で殴るスタイル。カレンちゃんのおパン。ミニゲームの、勝ち割メガトンカレンちゃんの実装を早く。グラスの刹那の見切りもやりてぇなぁ。待機の早打ち、おぐりが卵と爆弾を食べるやつ、グラスが見切るミニゲームも。チヨパンチなら耐えられるはずさ。なおサーバーが耐えられない模様。これは先行を止め。新旧でさえ倒せると豪語する達人、カレンちゃん。恐ろしく早いおパンチ。まずいのぉ。あいつは死より強くねぇ。恐ろしく早い聖剣。俺だったら見逃してるね。強、早、よ、無理、いな、し。ブラックゴレイム。黒い貴婦人。日本拳法やっても強そう。甘やな。カレンちゃんのおパンチが五臓六腑に染み渡る。竜王の股間を制裁するのはやめてね。貴重なサンデーフリー守護馬なんだ。ギャルのパンチを送れステップ、ふん、ワンツー。ステップ、ふん、ワンツー。あばら三本いった音。なぜオルフェは地雷原でタップダンスを？カレンちゃん、激流を制するは清水、だよ。
君のお師匠様病弱だけど流派の歴史の中で最も華麗な技を持つとか言われてない？スローすぎてあくびが出るぜ。一方ファルコは蹴りで海を割った。カレンちゃんには珍しくこの勇ましい表情が大変いいですね。合気道は練習だから当て身やらないで投げてるだけで、実際に使うならほぼ当て身で隙作ってから投げるって YouTube で言ってた。謎のマスクド三冠馬娘ちゃんや、こんなとこに書き込んでないではよこっち来なはれ。パンチの画像貼られるたびにまた壊れるんじゃないかとドキドキするわ。今のパンチ、お前には何発に見えた？いけ。千代。千代パンチだ。カレンちゃんのパンチライン綺麗。烈海王の水入った桶みたいなのにワンインチパンチして波起こす程度の威力はありそう。音を、置き去りにした。沈黙のカレンちゃん。肘が空いてるというが、これは胸の上部か肩口あたりに当てて、体を崩す当て身。ガチ勢助かる。カレンちゃんの振動塾からパクったそれは左鍵突きから始まる。それとはすなわち、う、ま、む、す、め、れ、ん、ご、く。のこひの太刀みたいに触れると消し飛ぶんでしょ？合気道でも練習や演武やるのに攻撃側が必要だから基本的な突きや手刀は習う。だからカレンちゃんのパンチがキレッキレでもおかしくはない。あと、もしかしたら木刀や杖も使えるかもしれない。肩や予備動作がわかりやすいから、話してる時の不意打ちには無理だろうけど、戦闘態勢に入っていれば格闘技経験者ならかはスカパーリングできそう。まあ、そこら辺は予備動作を極限まで削って最短距離で拳を走らせたり滑らすボクシング方向じゃないっていうのはあるだろうけど。そもそも当て身で崩さないと技かからないから当て身は必須。掴んできた相手が殴ってくるのを止める意味もある。合気道にはパンチがない。そんな風に考えていた時期が俺にもありました。ソニックブーム出てそう。常人はうららのパンチですら危険なのに格闘技経験者の馬娘は早速平気。カレンちゃん、あれ？お兄ちゃんには一発に見えたんだ。カレンちゃんのおパンとはコットン 100% の純白おパンプ。これ寸止めでも衝撃波で吹っ飛ばされる魔族の技じゃね？有識者謎のマスクド三冠馬で笑ってしまう。小力を極めたトレーナーならあるいは、だいたい10トンくらいの威力。名鑑で確認したら本当に早かった。こんなの納得できないっす。競走馬のパワーを人間大に押し込めたパンチ力ってどれぐらいあるんすかね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。